常に孤独でいたい。カバンを一つ持ってどこにでも行きたい。いつでもどこにでも行きたい。余るものは持ちたくない。だからみんな捨ててしまう。普通に育って普通に幸せな結婚したら許さんぞと思った。娘の人生を自分のことのようにまた見られたら楽しいかな。シスターミラーズ、70代のスウェーデンのお父さんと中国のお母さんの間に生まれたアメリカ人。音楽と美術を大学で教えていた人間です。ミラはね、二面性があったんだ。もうホノルルは飽きたので、ホノルルはもういいや。最近はね、オーストラリアなんかいかがでしょうかって思ってます。私は大胆からして娘には設計士になって建築家になってほしかったって。最終的にはここにあって、もう長い年中あったかい海で暮らしたい。ホノルルの住んでた時にいろいろ変化あってさ、あの時のね、すがすがしさと海とあの空が一緒になるの。もう私の目標ができちゃったよ。なんかまとまっちゃったよ、私の人生。面白いね。じゃあまた何年か後にしてくれる？Thank you.
元気ないい子だ。